はい、どうも皆さん、こんにちは。マカベです。マカベの米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジム・クレーマーをフォローしています。5月16日金曜日のマットマネーですけども、ジム・クレーマーね、またまたマーケット上がった日になったなって言ってるんですよね。これですよ。アナザーデー、アナザーレコードですよ。まあ、木曜日ほどじゃないですけども、ダウはプラス 0.48%、SP500 はプラス 0.36%、ナスダックはプラス 0.10% ということで、ジム・クレーマーね、まあ、いろんなローテーション起こってると、ヘルスケア株がマーケットリードしてたり、シクリカル銘柄が遅れてたり、リテールが先んじてたり、テクノロジー株も良かったり、そういう状況の中で、このままマーケット上がっていくのかどうか、さあ、次の週のゲームプランを見ていこうじゃないかということで、ジム・クレーマーおなじみのゲームプランなんですよね。で、決算シーズン始まって、ほんと注目決算がいっぱいありますよね。楽しみですよね。で、これ拡大したやつはこれなんですけども、まず月曜日言ってるのはこれですよ。コカ・コーラですよ。まずコカ・コーラの決算発表があると。で、ジム・クレーマーね、ここのところをこのコカ・コーラ、投資家から好かれてないよって言ってるんですよね。株価の動きが鈍いと。今年ね、これまでコカ・コーラはジャンプできてないんだけども。で、ちなみにこのペプシコ、これいい決算発表したよなって言ってるんですよね。決算発表、グッドクォーターだったと。で、いろんな会社からシェア奪ってるんだけども、それはね、スナックビジネスとかの話で、コカ・コーラからシェアを奪ってるわけじゃないんですよね。で、そうなんですよ、ペプシコ。4月15日の決算でね、売上も EPS もきちんとビートして、だから金曜日ね、株価上がりましたよね。プラス 1.30%。で、ジム・クレーマーね、ペプシコはいいんだけども、コカ・コーラ、ペプシコみたいになるかというと、コカ・コーラはピュアな飲料ビジネスで、スナックビジネスじゃないからなって言ってるんですよね。そこはちょっと心配なんだと。ペプシコ決算良かったけども、スナックビジネスは好調で、で、スナックっていうのはステイアットホーム時代に伸びるところだから、コカ・コーラはそれがないからちょっと心配なんだけども、だけど飲料ビジネスだけのコカ・コーラでもいい数字を発表するんじゃないかなと思うと言ってるんですよね。で、コカ・コーラ株価こうなってて、ジム・クレーマーね、今年全然上がれてないよって言ってるんですけど、その通りですよね。ただいい数字発表するんじゃないかと。で、あとは、レストランとかのフードサービスのリオープニングについていい話聞けないかなって言ってるんですよね。レストランとか開いたらね、コカ・コーラ快進撃続くよっていう話が聞けないかなって言ってるんですよね。はい、で、コカ・コーラの次言ってるのは月曜日。引け後にはユナイテッドエアラインズの決算発表あると。でね、これはこの前のデルタみたいに、これから来るブームについて語られると思うよって言ってるんですよね。で、そうなんですよね。4月15日にあったデルタ航空の決算。売上はビートしたんですけども、まあ、EPS は予想マイナス 2.73 のところをマイナス 3.55 と予想より悪かったんですけども、まあ、とにかくリオープニングはこれからだっていうね、こっからほんと未曾有のブームが来ると。だからユナイテッドエアラインズもそういう話を聞けるのかなって言ってるんですよ。で、この銘柄はもう今年 30% も上がってしまってるけども、だけどまだまだ上がり続けると思うよってジム・クレーマー言ってるんですよね。本当にそう思うよって言ってるんですよ。はい、で、月曜日最後言ってんのこれですよね。IBM ですよ。IBM の決算発表あるんだけども、新しい IBM はよくやるのかどうか。これ注目だよなって言ってるんですよね。で、新しい IBM ってこういうことですよ。これ前にもジム・クレーマー言ってて、僕も動画にしたと思うんですけども、IBM ね、レッドハットとかを含むハイブリッドクラウド事業に専念するために、このマネージドインフラストラクチャーサービスのところ、ここを新しい株式会社としてスピンオフすると。で、スピンオフした後っていうのはね、新しい IBM は、レッドハットが主導するクラウドプラットフォームとともに、AI とか、ハイブリッドクラウドとか、そういう成長市場に注力すると。でね、スピンオフが完了した暁には、IBM はね、サービス関連が売上高の半分を超える、そういう企業から、もっとね、高価値のね、クラウドソフトウェアソリューションが、売上高の大半を占める企業に転換すると。まあ、こういうことを今 IBM やってて、この新しい IBM よくやるのかと、そこのところ聞きたいよってジム・クレーマー言ってるんですよね。ただジム・クレーマーね、自分は IBM がどう生まれ変わるのか知るのはまだ早いと思うと。だけど今、IBM 株価結構粘ってるから。そして何よりも今ね、古いテクノロジー会社の株が上がってるだろうって言ってるんですよ。で、そういう古いテクノロジー会社の株3つ上げてるんですけども、例えば HP。いやー、素晴らしい株価の伸びですよね、これね。ほんと右肩上がり。ボラも少なくて。で、例えば、オラクル。いや、ほんとここのところの上がり半端ないですよね。で、例えば、デルって言ってるんですよ。
デルもね、すごい上がってきてまたトーンといましたよね、ここ。で、こういう古いテクノロジー会社の株、今上がってるから。で、IBM も決算発表次第によっては、こういう会社の仲間入りしてほしいよって言ってるんですよね。IBM、一回トーン落ちてから、こうやって戻ってきてますけども、どうかってことですよね。はい、それで火曜日なんですけどもね、寄り付き前にアボットの決算発表あると。アボットラボラトリーズ、COVID 診断で素晴らしい仕事したよって言ってるんですよね。家で簡単にできる抗原検査とか、アボットに関しては、hit it out of the park ですよ。場外ホームランを期待してるって言ってるんですよね。アボットの株価、一時期すごい上がってて下がってから戻ってきてますけども。いや、この決算発表楽しみですよね。で、火曜日次に言ってるのはジョンソン&ジョンソンですよ。ジム・クレイはね、ジョンソン&ジョンソンは議論が分かれるところで、ここのところ打撃を受けてるけどって言ってて、COVID ワクチンのことですよね。今血栓の副作用のせいで一時中止されてて、ジム・クレイはこれは CDC によってアンフェアリーに罰せられてると思うと言ってるんですよ。 CDC は人々にワクチンを受けさせようという空気にするんじゃなくて、ただ怖がらせてるんじゃないかと。でね、ジョンソン&ジョンソン、別にワクチンっていうのは彼らがやってることのほんの一部だから、その決算としては素晴らしい決算になるんじゃないかなってね、予想してるんですよね。今までよりベターな素晴らしいパイプラインが明らかになるかもしれないと。ジョンソン&ジョンソン、ずっと横ばいですけども、決算楽しみですよね。はい、で、火曜日さらに言ってるのはこれですね。プロクター&ギャンブル、P&G ですよ。これはね、タフかもしれないなって言ってるんですよね。3つの心配事があるよ、P&G にはって言ってるんですよ。まず1つ目。去年はステイアットホームという状況に恩恵を受けてきたんだけども、それがね、今なくなってる。去年と比較されるとタフな数字になるんじゃないかという心配事が1つ目。2つ目。プラスチックとかの価格の高騰に対処しないといけないと。で、いろんなものの値段上がってるんだけども、そういう価格高騰っていうのは、マージンに影響を与えてしまう。そういうね、上がった価格を全部消費者に押し付けることはできないだろうからなって言ってて、物の値段上がってるっていう心配事が二つ目。で、三つ目は、ただ競争が激しくなってると。こういう三つの心配事あるから、タフかもしれないよって言ってるんですよね。P&G。3月まで下がってたとこからね、持ち直してきてますけども。ジム・クレイマー、決算ちょっと心配だよって言ってるんですよ。はい、で、火曜日最後なんですけども、ネットフリックスですね。ファングの一角ですよ。ジム・クレイマー、これはね、楽しいはずだと言ってるんですよね。ネットフリックスの決算発表、いつも数字 B として、しかもすごく楽しくね、彼らのビジネスの話をしてくれるんだって言ってるんですよ。彼らは彼らのやってることを愛してて、深刻な重大事のような顔をして喋らない。ジム・クレイマーね、自分は真面目にノートを取って数字をメモりながらカンファレンスコール聞くんだけども、同時にね、すごいカンファレンスコール楽しむんだと。ネットフリックス、カンファレンスコールでさえ彼らの一つのコンテンツなんだって言ってるんですよね。いや、ネットフリックスなんかね、ずーっと横ですけども、決算発表楽しみですよね。はい、次水曜日なんですけども、ジム・クレイマー、ベライゾンの決算発表あるよと。この株なかなか動かないよなって言ってるんですよね。で、自分はこの株ね、まあ今ぐらいのところで株価とどまると思うよって言ってて、もう株っていうより債券みたいなもんだと。で、 CEO のハンス・ベストバーグ、電波塔に対して例えば巨額のお金が必要なことをどう喋るのか。ジム・クレイマー、ベライゾンからは何も新しいことは期待してないと。で、もし電話会社を買いたければ、まあ自分はね、ベライゾンよりは T モバイルの方が好きだよって言ってるんですよね。え、ベライゾン株価こうなってますけども、まあまあここら辺の株価でとどまるんじゃないかってジム・クレイマー言ってて、電話会社買いたければこのベライゾンよりはこっちの T モバイル、こっちの方進めるよって言ってるんですよね。はい、で、水曜日の引け後なんですけども、ジム・クレイマー、自分がこの週のベストパフォーマーになりうると思っている2つの企業の決算発表があるよって言ってるんですよ。それがラムリサーチとチポトレだと。この週のベストパフォーマーになりうる株、この週のベストパフォーマーになりうる2社でも、このラムリサーチに関しては今半導体不足が叫ばれて久しいけども、その昨今の半導体不足の答えの一つがこの会社なんだと。半導体製造装置の企業はどの会社も全ての需要を満たしきらない、
で、台湾セミコンダクターの発表を聞いても、彼らはね、半導体製造部門の予算をどん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 増やしてるだろうと。こういう状況でラムリサーチ、決算素晴らしいに決まってるだろうって言ってるんですよね。で、このラムリサーチの経営陣も素晴らしいんだと。株価がまだ安い時に多くの自社株価をやったりして、素晴らしい経営陣と実行力だって言ってるんですよね。ファンタスティックだと。ラムリサーチの株価、どん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 上がってますけども、決算後ブレイクアウトあるのかどうかですよね。で、さらに言ってるのはこれですよ。チポトレですよ。まあ、最近ちょくちょく出てくる回数が多くなったような気がしますけども、ジム・クレーマー。チポトレは、ここのところ新高値近辺で株価うろうろしてるかもしれないけども、これは大きなブレイクアウトへの予兆なんじゃないかと。で、株価ね。まあ、今株価新高値付近でうろうろしてますけども、これブレイクアウトの前なんじゃないかと。素晴らしいヘルシー志向の食べ物に、素晴らしいカスタマーサービス。決算後株価上がるんじゃないかってジム・クレーマーやってるんですよね。で、株価が上がったら、アナリストからの目標株価の引き上げ相次ぐんじゃないかと。実際の株価の動きに追いつかないといけないからアナリストはって言ってるんですよね。いや、チポトレね、僕も持ってるんで、すごい決算楽しみにしてるんですよね。はい、で、木曜日なんですけども、まあ木曜日ね、いっぱい注目企業挙げてて、まあいっぱいあるから全部詳しくは言えないよってジム・クレーマー言いながら、まずユニオンパシフィックの決算発表あると。ジム・クレーマーね、これより少ないお金で、より多くのものを運んでると。なんで鉄道貨物輸送会社ですけども、もう効率性が上がってると思うよってことですよね。ユニオンパシフィック、ジム・クレーマー、前もね、進めてましたけども、まあ株価堅調ですよね。で、木曜日さらに言ってんのはこれダウですよ。ほんと化学薬品の大手メーカーですよね。ジム・クレーマー、素晴らしい数字発表すると思うよって言ってるんですよ。で、化学薬品という意味では PPG がいい決算発表しただろうって言ってて、そうなんですよね。PPG 4月15日の決算発表で売上も EPS も大きくビートして、で、株価プラス 8.73% ですよ。トーン飛んだんですよね。 PPG のようにダウもね、まあ、株価堅調ですけども、いい決算発表すると思うよって言ってるんですよね。で、今 64.7 ドルですけども、70ドル台いくんじゃないかな、そういう可能性あるよって言ってるんですよ。はい、次。ダナハーの決算発表もあるんですよね、木曜日。計測装置とかね、医療機器のメーカーですけども、ジム・クレーマー、決算発表で彼らがどれぐらいよくやってるのか、それを聞くのを楽しみにしてると。で、この会社は素晴らしいハイグロースのヘルスケアビジネス持ってて、まあ、GE から買収した部門なんだけども、そういうのもね、素晴らしい決算なんじゃないかと予想してるよって言ってるんですよね。ダナハー、一回落ちてから上がってきてると。で、あと木曜日ね、ヌーコアの決算発表もあると。アメリカ一の製鉄会社だとジム・クレーマー言ってるわけですよ。自分たちはインフレの時代にいる。一時的かどうかに関わらず、とにかくインフレの時にいる。この会社も素晴らしい数字発表すると思うよって言ってるんですよね。ヌーコア、どう上がってから今横っていうところですよね。で、木曜日さらに言ってるのがこれですよ。インテルですよ。インテルの決算発表。これはね、議論が分かれるところだろうねって言ってるんですよね。新しい CEO のパッド・ゲルシンガーが率いてる。これ前にもありましたよね。VMware の CEO だった人ですよ。自分はパッドは素晴らしい仕事をしてると思うよと。で、ジム・クレーマー、インテルに関してはこういうこと言ってて、もし、決算後に売られたら、それはいい買いの好機だよって言ってるんですよね。パッド・ゲルシンガー、インテルっていう戦艦を沈めることは絶対ないと思うと。ターンアラウンドさせると思う。だからもし決算発表後株価落ち込んだ時には、それは買いの好機なんじゃないかと思うと言ってるんですよね。いや、インテルね、どんどんね、窓を開けて落ちるとこは目立ちますけども、新しい CEO になってそういうことがなくなるのかどうかってことですよね。はい、で、木曜日最後言ってんのがボストンビールですよ。ボストンビア、ジム・クレーマーね、ショートセラーはこの会社、炭酸水ビジネスが好調なんだけども、炭酸水ビジネスの競争の激化に注目してると。で、ジム・クレーマーね、自分的には、確かに炭酸水ビジネス、競争どんどん激しくなってるけども、炭酸水ビジネスっていう分野全体がね、急速に成長してるから。だからこの会社の決算大丈夫だと思うよって言ってるんですよね。ボストンビール、サミュエル・アダムスの親会社ですけども、まあ、ここのところね、堅調に上がってきてますけども、ジム・クレーマー、決算発表数字大丈夫なんじゃないかなって言ってるんですよね。はい、で、金曜日なんですけども、ジム・クレーマー2つ挙げてるんですよ。
ハニーウェルとアメリカンエクスプレス。で、ジム・クレイマーね、この二つとも、ハニーウェルもアメリカンエクスプレスも、素晴らしいストーリー持ってると。ハニーウェルに関しては、航空宇宙だけじゃなくて、もうソフトウェアプレイでもあり、建築プレイでもある。ソフトウェア、アズはビルディングサービスプレイなんだと。そして素晴らしいヘルスケア会社でもある。だからね、株価ね、ここまで堅調に上がってきてるけども、まだ上に行くと思うよって言ってるんですよね。だハニーウェルね、ここまで業績ね、どんどん伸ばしてきてるけども、まだ上に行くと思うよって言ってるんですよ。だ株価もね、ここのところ堅調に上がってきてますけども、まだ上に行きうる。決算発表楽しみだよねって言ってるんですよね。で、このハニーウェルに関しては、一個前のね、メンバー限定動画で、ハニーウェル VS ボーイング、どっちがいい買い時なのかっていうのをやったんでね。興味がある方はぜひ見てみてください。で、残り、アメリカンエクスプレスなんですけども、まあ、この会社はね、もうね、グレートリオープニングが追い風だろうって言ってるんですよね。スモールビジネスの回復と、旅行とかエンターテインメントビジネスの回復、リカバリーが実際どれぐらい強いのかと、そういうことがこの決算で読み取れると思うと言ってるんですよね。アメリカンエクスプレス。株価ね、これも堅調ですけども、決算発表でリカバリーの進展具合、盛り上がり具合を見てみようじゃないかってことですよね。はい、で、金曜日ね、最後言ってるのがブリストルマイヤーズのアナリストミーティングあるよと。で、これね、CEO のジョバンニ・カフォリオが壇上に立って説明するよと。自分はね、素晴らしいことがいろいろ発表されると思うけども、それで株価が飛び立つかどうかっていうのはそこはわかんないけどなって言ってて、もしかしたらセルジーンの買収でどれだけ儲けたか、そういうことが語られるかもしれないし、ミオカーディアの買収、この前動画でやったと思いますけども、その買収の正当性にも触れられるかもしれない。そしたらいいかもしれないけど、まあ株価どうなるかなって言いながら今週のゲームプラン締めてるんですよ。だから今週ね、ほんと注目の決算発表目白押しで、ほんといろいろ楽しみですよね。ジム・クレイマー、この週からリアルな決算シーズンが始まるんだって言ってるんですよ。でもね、あくびしながら、ここまでの決算、すごい退屈だったんだよねってね、銀行の決算とか退屈だったんだよねって言ってるんですよね。一個前の動画でやったと思いますけども、僕も。ようやくこの週からリアルな決算シーズン、すごく楽しみだよなって言ってて、この決算発表を聞くことで、個々の会社がどうやってるかだけじゃなくて、自分たちはインフレ具合と、あとリオープニングの進み具合、盛り上がり具合がわかる。リオープニングはめちゃくちゃポジティブだと。ボールはね、今宙に浮いてて、まさに今ゴールにね、叩き込まれようとしてんのかどうか。この決算発表、終始しようじゃないかって言ってるんですよね。はい、ということで今週のゲームプランだったんですけども、いやー、ここのところね、株式市場本当に好調ですよね。新高値更新更新なんですよ。でね、いろんな決算発表楽しみだよねっていうことなんですけども、ジムクレーマーね、4月13日火曜日のマットマネーで、こういう時こそ気をつけろよと、そう言ってる回があったんで、ちょっと手短にね、やらせていただきたいと思うんですよね。株式市場が高値をね、どんどん更新してる時っていうのは、これ以上いいことがどんどんまた起きるよっていうことを考えるよりは、何か悪いことが起きる可能性がないか、そういうことを探した方がいいんだと。もしそのように考えないとしたら、いい投資家になるための必要な思考能力が欠けてるということなんだと。で、ジム・クレイマーね、自分は、そのアクションアラートプラス .com の会員になったら見れるんですけども、自分のファンドでは、マーケットからお金を引き上げたんだと。念のためにね、株売って、お金をマーケットから抜いたんだって言ってるんですよね。でね、それはなぜなのか。それはマーケットに心配事がやっぱりあるからで、こういう好調な時こそそういう心配事を分かっとこうじゃないかということで、この決算シーズンを前にして、7つの心配事を言いたいと思うよと、そういう回だったんですよね。で、決算シーズンに突入するにあたって7つの心配事。まず1つ目なんですけども、まあ、実際の決算、心配だよなって言ってるんですよね。で、ジム・クレイマー、この週ね、銀行の決算あるけども、ここまで株価どんどん上がってきてるから、だから決算後の株価の動き心配だよなって言ってるんですよ。こういう時っていうのは、決算の数字がパーフェクトじゃないと許されない状況だと。でね、前の動画でもありましたけども、銀行の決算ね、すごく良かったですよね、全部ね。だから銀行の決算的には急に終わったんですけども、だから今週のゲームプランのところでも、まあどれもね、株価堅調に上がってきてるところですよね。パーフェクトな決算じゃないと許されないと。
そういう状況がいろんなね、多くの株で起きてて、実際の決算発表、その後の株価の動きっていうのは心配事の一つだと。で、二つ目の心配事、インフレーションですよ。やっぱインフレですよね。ジム・グレーマー、自分はフェッドのパウエル議長がインフレはね、一時的だと言ったのは正しいと思ってる。石油価格なんかは人為的な要因で上がってると思ってる。石油ね、バイデン大統領が採掘を制限したりするんじゃないかという心配があるのは確かなんだけども、例えばサウジアラビアの動向次第で10ドルぐらいパーン落ちる可能性もあると思うと。プラスチックっていうのはめちゃくちゃ上がってしまってる。これは大寒波が湾岸を襲ったことも関係があって、もしね、ここからの回復が何ヶ月もかかったらどうなるのか、価格の高騰がずっと続いたらどうなるのか、一時的じゃなかったらどうなるのか、パウエルっていうのは考えを修正しないといけないことにはならないのか、もしかしたら自分たちっていうのはパウエル議長のインフレはね、一時的だというそういう意見に希望を持ちすぎてないかと、そういう可能性もやっぱりね、どっかには考えといた方がいいって言ってるんですよね。はい、で3番目なんですけども、もう増え続けてる株の供給ですよ。これ最近ね、よく言ってますよね、ジム・クレーマー。もうエンドレスに株式が供給されてる。で、コインベースの IPO あるよなって言ってて、いやー、コインベースの IPO ありましたよね。まあ株価ね、まあ400ドル上で開いて、320ドル台で閉まって、そっからまあで結構横横みたいな感じで、今342ドル。僕はこれ入ってないんですけども、いやー、これ注目されましたよね。ジム・クレーマー、このコインベースの IPO、ここのところの IPO の中でも最も大きな会社。で、これ大きかったけども、今年に入ってからでも、多くのディールを目にしてきただろうと。で、スパックもものすごい勢いだと。もうスパックなんかは数が多すぎて、うぞうむぞうすぎる。SEC はスパックをなんで調べないのか。前から言ってるように、株式の供給過剰っていうのは、ブルーマーケットを殺すんだって言ってるんですよね。今のテクノロジー会社、その 37% が利益を出してないんだと。そういう状況、自分は好きじゃないんだってジム・クレーマー言ってるんですよね。この 37% が利益を出してないという、この数字っていうのは、ドットコムバブルの時の2000年以来の高水準なんだと。株式の供給過剰で疑問がね、いっぱい湧いてくるんだって言ってるんですよね。はい、7つの心配事、4つ目。COVID-19 コンプレイセンシーですよ。COVID ね、もう大丈夫かなって思ってないかってことですよね。ジム・クレーマー、ソーシャルディスタンスが、もう過去のことのようになってると。自分たちはウイルスをもうコントロールできてるかのように振る舞ってないかと。ワクチン接種は確かにアメリカではどんどん進んでるけども、ワクチンが全ての変異種に効くのかどうか、明確な答え今持ってないんだと。でもね、もうね、多くの人は隔離に心底うんざりしてて、ウイルスは致死的なものだとそういうことを忘れて、マスクすら必要ないかのように思ってる。そしてジョンソン&ジョンソンのワクチン問題、そもそも製造がうまくいってなかったのに、血栓問題が出て、でね、自分たちはね、ワクチンをどれぐらいの頻度で打ち続けないといけないか、だから誰もね、まだ分かってないんだと。1年に1回打たなきゃいけないのかどうか、それが足りるのかどうか、ワクチン製造本当にどうなるのか。ジム・クレーマー、自分たちはみんなもう疲れちゃってる。だけどみんなね、多くの人が油断したら、ちょっとでもなんかあったらワクチンがすぐ足らなくなって、自分たちのウイルスに対するガード下げざるを得なくなるかもしれない。そういう可能性も思っとかなきゃいけないよってジム・クレーマー言ってるわけですよ。油断しすぎなんじゃないの。リオープニングどんどんもう行くってね。まあ暖かくなったこともあってみんな浮かれ気味だけども、まだそれには早いよと、そこ心配だよってジム・クレーマー言ってるんですよね。はい、で5つ目なんですけども、ジム・クレーマーね、前の動画にもあったと思いますけども、 S&P オシレーターをね、いつもチェックしてるんですよ。で、これは結構売られすぎ買われすぎよく当たるよってことなんですけども、この S&P オシレーターが今買われすぎのレベルにあると、ちょっと心配してるよってことなんですよね。まだそこまでひどくはないがって言ってて、この火曜日の時点で。だけどここまで上がってきた後っていうのは、さらに一段高ジャンプするよりは価格の下落の方が起こりやすいと思ってた方が自分にはしっくりくるんだって言ってるんですよね。で、先週のトム・デマークの解析見てもそう思ってた方がいいよと。で、そのトム・デマークのやつに関してはメンバー限定動画でね、トレンド転換近いのかっていうのをやったんですけども、別にこっからスコン落ちることもあり得るんじゃないかっていうことですよね。
はい、で心配事の6つ目なんですけども、ショーテージですよ。供給不足、特に半導体の不足が自分を心配させると。半導体製造を劇的に回復させうるだけの会社っていうのはないんだと。フォードとか GM のような会社は半導体不足で車の製造がままならない、事態が良くなる兆候っていうのは今のところ見えてきてないんだと。バイデン大統領、半導体問題にある程度積極的なのは素晴らしいんだけども、数ヶ月で半導体製造工場がボコボコ立ち上がるわけじゃない。この半導体不足ね、何年も前に半導体製造を他の国の会社に任せてしまったことが原因なんだけども、こういう不足ずっと続いたらどんどん大きな問題になっていくよってことですよ。はい、で7個の心配事、最後に挙げてんのがフォーリンポリシーですよ。外国との関係だと。でね、新しい大統領になってイランも北朝鮮もロシアも中国もバイデン大統領のお手並みを拝見しようという感じでいろいろ動いてると。ブッシュ大統領が 9.11 の後悪の枢軸国をはっきりさせたように、バイデン大統領もね、もうそういうことやらなきゃいけないかもしれないと思うよって言ってるんですよ。どう見ても悪がいるってね、ジムクレイマーズバー言ってるんですよね。あんまりね、ジムクレイマーは政治問題とか言わないんですけども、今回はズバーっと言ってるんですよ。最も重要な問題っていうのは中国だと。台湾問題も机上の空論という感じではなくなってきてるんだと。何があっても中国は台湾を所有してるんだと。下手したら好きにできるんだっていう中国の主張、今世界で最も危険なストーリーの一つになってると感じるってジムクレイマーやってるんですよね。ある日突然中国政府が直接的な介入を力ずくで行う可能性がある。別に机上の空論じゃないって言ってるんですよ。で、例えば昨晩って言っててね、月曜日ですよね、先週の昨晩、中国の戦闘機25機が台湾の領空域を犯したと。こういうのもジムクレイマーね、予行演習じゃないかって言ってるわけですよ。でね、このね、中国問題に関しては金曜日のマットマネーの最後のセクションでもね、より詳しく言ってるんですよね。ウイグル族の問題と台湾の問題、中国はアメリカをね、下手したら斜陽の国と見てる。追いつけ追い越せ。で、ジムクレイマー、多くの会社にとって中国市場すごく大事なんだけども、だからね、自分はね、これをことさらに言いたくはないんだけども、中国とアメリカの関係はますます悪くなる可能性がある。これはね、株式市場だけじゃなくて全世界にとって良くないことなんだけども、そういうことは頭に置いておかなければいけないよと。この火曜日の7つの心配事の一つとしてだけじゃなくてね、金曜日の一番最後のセクションでもトントンと言ってるんですよね。で、ジムクレイマー、こういう7つの心配事がある、自分はね、別にベアじゃないんだと。こっから景気後退が始まるとか株価下落がドーンいくと、そう言ってるわけじゃないんだけども、だけど自分のファンドはポジションを削って、その理由を言いたかったから今回7個言ってみたってことなんですよね。マーケットっていうのはもしかしたら1つとかね、2つの問題だったら飲み込むことができるかもしれない。だからこの7個全部飲み込めるかっていうとどうだろうなって思ってるんだと。だからこの株価がね、新高値新高値ってなってる時に、ちょっとでもいいからキャッシュ貯めといたらどうだって言ってるんですよね。下落の方向にね、マーケット動いた時の備えとして、全部売れとは言ってないけども、問題もちゃんと認識して、ちょっとは現金積み上げといた方がいいんじゃないのって言ってるんですよ。はい、ということで視聴者からも生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングラウンドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。で、今回のね、ライトニングラウンドなんですけども、これライトニングラウンド始まる前にね、このアランさん、長年このマッドマネーのディレクターしてたんですけども、この人がリタイアするということで、もう何十年もね、 CNBC で働いてた人で、どうもありがとうって言ってるんですよね。ハッピーリタイアメント、いなくなるの寂しいよって言ってるんですよね。マッドマネーね、多くの人の力関わってる番組でしょうからね。アランさん、お疲れ様でした。ということで、まず言ってるのがリチアモーターズはええでと。ジムクレイマー、自分は大好きだって言ってるんですよね。これ自動車ディーラーですよね。新車も中古車も、まあ小売店とか、あとはオンラインで販売してる。で、ジムクレイマーね、自分の娘はこのリチアモーターズの本社の近くに住んでるんだって言ってるんですよね。で、本社ね、これオレゴンにあるんですけども、オレゴンのメットフォードにリチアパークっていう公園があって、ジムクレイマーの娘さんね、そこの近くに住んでるらしいんですけども、まさにリチアモーターズがあるところらしいんですよね。
ジム・クレーマー買いやでって言ってるんですよね。はい、次、ワールドレスリングエンターテインメントは A でということで、ジム・クレーマーね、これとても賢く経営されてる会社だと思うよって言ってるんですよ。プロレス団体とか広告会社ですよね。で、プロレスだけじゃなくていろんなメディア娯楽会社ですよ。まあ WWE といえばね、ほんと今ね、中村慎介いますからね、僕結構プロレス好きなんで、ほんと WWE でチャンピオンになるかならないかのところにね、日本人がいるとほんとすごいなと思うんですけども、まあこれね、ジュンクレイマー賢く経営されてる会社だと思うと言ってますけども、まあ下手したらリオープニング銘柄でもあるんで、ジムクレーマー買いだと思うよって言ってるんですよね。でも株価ね、パンデミック前にね、近いところまで戻ってるんですけどね。ただ完全には戻ってないと、そういうところですよね。はい、次、アップスタートホールディングスは信じてるがっていうことで、これね、融資プラットフォームのプロバイダーですよ。 AI とか使っていろんな人にローン商品を提供するときにリスクとコストを計算して、より高い承認率とより低い金利でいけるように、まあフィンテックですよね。でジム・クレーマーね、この株70ドルぐらいの時は好きだったんだけども、この会社の問題っていうのはめちゃめちゃショートされてることだと。 20% もショートが積み上がってる。でショートセラーがこの株をね、いつもノックダウンしようとしてるんだと。自分は素晴らしい AI クレジットの会社だと思うんだけども、もしかしたらこの会社ね、スペシャルだと思ってる人が多くないんかもしれないなと。自分は信じてるけどねって言ってるんですよね。はい、次、ユナイテッドナチュラルフーズはということで、これ自然食品販売会社ですよ。ジムクレーマーね、これね、メジャーなカムバック果たしたよねこの会社って言ってるんですよね。ドーン上がってきたよね最近って言ってるんですよ。でここまで大きく上がってきたから、さらに買いたければちょっと株価冷えるの待った方がいいんじゃないかって言ってるんですよね。はい、次、バンブルは信じてるよってことで、いやこれね、前動画でもやったと思いますけども、オンラインマッチングアプリの企業ですよね。マッチグループから出た人が、まあ、セクハラで訴えた人が CEO やってる。で IPO ね、注目されて、で3月10日の決算とかも売上がね、予想126ミリオンに対して165ミリオンとすごい良かったりしたんですけども、株価全然冴えてなくて、でもジム・クレーマー自分は信じてるよって言ってるんですよね。まあ、僕も持ってるんで信じてるんですけども、リオープニングで伸びないかなって思ってるんですけどね。はい、次、プラグパワーはってことで、これ燃料電池メーカーですよね。ジム・クレーマー、これはね、ずるずる下がってるけども、まあ、とにかくね、会計問題がどうなるのか、これをね、確認しないといけないよなって言ってるんですよね。で、プラグパワーね、この前ね、2018年と2019年の財務諸表と、2019年と2020年の四半期報告書、こう修正しなきゃいけないよって発表して、で、今後はね、会計処理方法を見直すよってね、発表して、それが嫌気されてどんどん下がってますよね。はい、次、アフリアは売りだってことで、これね、カナダの医療用大麻製造会社ですよ。大麻銘柄ですよね。で、ジム・クレーマー、前の決算は自分が欲しいものじゃなかったって言ってるんですよ。でね、4月12日の決算、売上高は予想 1.62 億カナダドルに対して 1.53 億カナダドル。ミスしたんですよね。で、EPS も予想マイナス 0.06 のところ、マイナス 0.15 とミスして、それでね、株価下がってるわけですけども、ジム・クレーマー、この決算、自分が欲しいものではなかった。CEO のアーウィン・サイモンはいいけども、決算がとにかくグレートじゃなかった。もしね、マージャーが終了して、株価が上がったら、いい売り時だと思うって言ってるんですよね。で、そうなんですよね、このアフリア。これカナダの会社ですけども、アメリカの同業会社のティルレイと経営統合すると発表されましたよね。だからこのマージャー後に、もしかしたらみんなね、交換して株価上がった時は、そこだったら売り時だって言ってるんですよね。で、イノバティブインダストリアルプロパティは信じとるでということで、これもね、大麻関連会社なんですけども、これはリートですよね。不動産投資信託なんですよ、大麻関連の。でね、医療用大麻とかを扱うテナント。それに対する不動産投資信託ですよ。で、ジム・クレーマーね、大麻関連に投資するのに、最も安全な銘柄の一つっていうのが、この IIPR だって言ってるんですよね。だから好きだよって言ってるんですよ。大麻の倉庫、不動産銘柄。自分はこの会社のビッグビリーバーだって言ってるんですよね。はい、で、最後なんですけども、ファイバーは信じてるけどもってことで、いやーこれね、イスラエルのクラウドソーシングサービス会社ですよね。フリーランサーのためのオンラインマーケットプレイスをやってると。で、すごいね、好調でね、ドーン上がってて、で、下がって横横っていう今のところなんですけども、
ジム・クレーマー、素晴らしい会社で好きなんだけども、自分がフォローしている会社の中で最も高い株の一つだと。フリーランスモデルはクールで、自分はビッグビリーバーなんだけども。で、自分好きなんだけどもね、株価まだ高いんだよなーって言ってるんですよね。だファイバーとかね、僕も注目してるんですけどね。こっから買っていけんのかどうか、それともまだ株価高いから落ちんのかどうか。まあ、金利の動向とかもあると思いますけども、ジム・クレーマーね、株価高いからね、うーんって言ってるんですよね。信じてるけども、と。で、状況としてはこういう会社も一緒だって言ってるのが Wix.com ですよ。これもね、イスラエルのウェブサイト開発プラットフォームですけども、これね、ずっと横横ですよね。これもすごいいいと思ってるんだけども、やっぱ株価高いんだよなって言ってるんですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジム・クレーマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。このライトニングラウンドに関しましては、4月前半のまとめをね、サブチャンネルの方に上げたので、よろしければこちらの方もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、今回の英語なんですけども、7つの心配事のね、4つ目のところで、COVID-19、コンプレイセンシーってありますよね。このコンプレイセンシー、形容詞だとコンプレイセントって言うんですけども、自分たちは COVID に対してコンプレイセントになってる。ソーシャルディスタンシング。もう過去のものだと思ってないって言ってるんですよ。もうパンデミックがアンダーコントロールのように自分たち振る舞ってるけども大丈夫なのかと、そう言ってるのがこれです。We've gotten complacent about COVID. Social distancing doesn't feel like a thing of the past. We act like we have the pandemic under control. はい、言ってますよね。We've gotten complacent about COVID. Social distancing doesn't feel like a thing of the past. We act like we have the pandemic under control. 長男次男どうぞ。We've gotten complacent about COVID. Social distancing doesn't feel like the thing of the past. We act like we have the pandemic under control.最近楽しかったことは？ん？なんだろう。ロッククライミングしたこと。We've gotten complacent about COVID. Social distancing doesn't feel like a thing of the past. We act like we have the pandemic under control. 最近楽しかったことは？昨日ランチで、バイランチしたのね。ピザ、それで、その中にオレンジジュースあった。We've gotten complacent about COVID! Social distancing doesn't feel like a thing of the past. We act like we have the pandemic under control! はい、ということでね、今回これなんですよね。Complacent。Complacent。これ何かっていうと、いい意味じゃないんですよね。ちょっと軽蔑的に、現状に自己満足したってことなんですよね。例えば、Don't get complacent. これは自己満足するなよってことなんですよ。でね、これ名詞もあって、さっきも出てきましたけども、complacency。これは自己満足ってことなんですよね。現状に満足して、それ以上の改善、改良、変更を試みないこと。悪い意味の自己満足ってことなんですよ。It's no time for complacency. これも安心してる時じゃないと、自己満足してる時じゃないってことですよね。でこれね、ほんとね、COVID のニュースの時にね、いっぱい聞かれたんですよね。例えばトランプさんがね、なんか言った時に、いや、COVID 大丈夫なんじゃないか、みたいなこと言った時にね、ファウチさん、そんなんはフォールスコンプレイセンシーだと、切って捨てたりしてたんですよね。間違った自己満足だと、油断だと。ということで、ジム・クレーマーね、自分たちは、COVID に対して自己満足してしまっている、安全なものだとも思っちゃってる、油断してしまっているって言ってるんですよね。ソーシャルディスタンシングっていうのは過去のもののように感じてないかってことですよ。自分たちはパンデミックが自分たちはもうコントロールできてるかのように振る舞ってるけども。でも実際そうじゃないだろうと。これが心配事の4つ目でしたよね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。We've gotten complacent about COVID. Social distancing doesn't feel like a thing of the past. We act like we have the pandemic under control. We've gotten complacent about COVID. Social distancing doesn't feel like the thing of the past. We act like we have the pandemic under control. 最近楽しかったことは？ん？なんだろう。
ロッククライミングしたこと。あれ楽しかった？うん。どこでやった？どこだっけ？このキャンプ場。あれどこだっけ？まあ、キャンプ場のところにあった。あ、楽しかった？うん。ロッククライミング何が楽しいの？まあ僕さ、まあ僕そんなロッククライミング上手くないから頂上つけた時嬉しかった。We've gotten complacent about COVID. Social distancing doesn't feel like a thing of the past. We act like we have the pandemic under control. 最近楽しかったことは？昨日ランチで、バイランチしたのね。で、ピザ？それで、さ、その中にオレンジジュースあった。バイランチした時に？うん。セットだったの？うん。それが最近良かったこと？うん。And that, ladies and gentlemen, is the conclusion of the lightning round!